ワスプマイナス71は、クジラ座にある22等星である。スペクトル分類では、F 型主系列星に位置する。2012年にワスプマイナス71の周囲を、光転している惑星が発見された。この惑星は、木星の約2.26倍ほどの質量を持ち、恒星から約 0.046au 離れたところを、光転している。2019年、 世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて WASP-71 は、タンザニア連合共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、タンザニア国内での選考。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、w a s p 1 3 1ン i n g o WASP-13B は、タンザニテと命名された。これらは、タンザニアを象徴する、よく知られた、天然素材の名前に由来しており、ピンゴは、 タンザニア南部に自生し、楽器や骨董品に使われるアフリカンブラクウッドの現地名に、タンザニテはタンザニアで産出する奇跡、タンザナイトにそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。